ドアミラーウインカーがついてない車両につける場合は、車外の加工されたアクセルシャフトに交換したい場合なんかに関しては、だいたい出てるのが MH22S じゃなくて 21S タイプなんですよ。21S タイプと 22S タイプってアクセルシャフトが実はちょっと違って、プチトーンでこういう風にファーストアクションがあるタイプのメーターなんですけども、これね、ちょいちょい交換したい人、またはアクセルシャフトを交換した人なんかは、後期型のメーターから前期型に交換したい人がいるんですよ。ABS のセンサーをつけられないとかで、外したまんまにすると ABS のランプがつきっぱなしになっちゃうんですよ。はい、どうもこんにちは。一時停止しないやつ、一時停止の意味が分かってない。よろしくお願いします。はい。一時停止の意味分かってますか？なんで一時停止するのか、車を見るんじゃございませんよ。ということでですね、本日は、ワゴン R。私もいっぱい乗ってますけど、これの流用術を教えたいと思います。はい。流用術とワゴン R のと言ってるんですけども、視聴者さんの中で、ルークスとか、スズキの K6A エンジンを使ってる他の車種の車両、それに関しても使える部分、エンジン関係に関してだったら使える部分もあるかもしれませんので、ぜひね、最後まで見ていただければなと思います。またこれ流用に関しての動画を撮ってくれという視聴者さんからの依頼もあったんで、それをね、ちょっと今回どんだけあるのかっていうのをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴはい、ということで、まず第一戦なんですけども、これね、先日、マブラック、カーミーティングを行ったんですけども、その時に視聴者さんの中でもちょっと話題性に上がったんですけど、リアウィング。このリアウィングなんですけど、このリアウィングは、リミテッドのタイプと、WR のタイプって羽が違うんですよ。WR の？はい。これ WR の羽で、WR の羽は、ここがロングなんですよ。あ、そう言ってた、ね。はい。だからここなんですよね。ピラーのガラスとの上部と大体平行になるぐらい。それに対してリミテッドは、ここなんですよ。で、足もちょっと短くて、ピラーガラスよりもちょっと上の位置にボルトが入ってる感じなんですよ。なので、流用はできませんじゃなくて、それだと流用可能な動画じゃなくなっちゃうんですけど、流用するんであるならば、リミテッドに WR の羽をつけるのは、まあ穴塞いで、元々のあった穴を塞いで、WR の羽の穴を開けるところに穴を新たに開ければつくんですけども、WR の羽を仮にリミテッドにしたいってなった時は、ここら辺に多分穴開くと思うんで、表に出ちゃうんで、スムージングをしなきゃいけなくなっちゃうんで、そこは気をつけてください。WR の本体車両にリミテッドの羽をつける場合は、ここをスムージングしなきゃいけない。うん、まあ、いずれにしても塞がなきゃいけないんだけど、うん。ただリミテッドに WR の羽をつける場合は、とりあえず穴を塞げばいい話なんで、コーキングでも何でもいいんで、隠れるから、見えなくて済むんだけど、WR の場合は逆で、穴が出ちゃうんで、スムージングしなきゃいけない。ということがありますね。こちらが第一戦となります。ちなみにさ、はい。穴を塞げばいいんでしょ？穴を塞げばいいです。私ね、いいこと思いついたんだ。はい。その穴にさ、はい。でっかいダイヤ入れたらいいんじゃね？あ、スワロフスキーとか。高いんだよ。サイコロは？ああ、視聴者さんサイコロ好きだったね、みんなね。ね、うん。チンチロリングが好きなのか。まあ、あのカラーリングのやつって、台数が多いんですよ。うん、だから、みんなつけてるんだと思います。はい。はい、ということで、第2戦に参りましょう。はい、続いて、第2戦目。2戦目は、テールランプです。テールランプ。これは、テールランプは、まあ、私の知る限り、リミテッド。で、リミテッドの中でも前期と後期。で、あと WR。そして、スティングレー。リミテッドは電気後期分かれてるんで。この4種のテールランプがあるんだけども、基本はボルト4でつくはずです。そのままつくと思います。だから、よく聞くのが、リミテッドとか、スティングレーとかに WR のテールを入れたい。っていう人なんかは、
もうほぼそのまんまつきます。もうカプラー変えるだけでつくと思います。で、スティングレイのテールはオールクリアテールなんですけども、あれはこのリミテッドの前期テール。これは後期なんだけど、前期テールをクリアにしたバージョンなんですよ。配列は全部一緒です。赤い部分をクリアにしただけなんで、もうそれはもうそのまんまいけると思います。テールランプを変えたい方は、そのまんまボルトオンでつくと思いますので、変えたい方がいらっしゃいましたら、ぜひ交換してみてください。ということで、第2戦目でした。続いて参りましょう。レッツゴー。はい、続いて第3戦目。3戦目は、これこの動画でね、この間、交換したばっかなんですけども、こちらのドアミラーです。こちらのドアミラーは、MH22S の最終型ドアミラーになります。そして、その1個前になるとこれになります。こちらが、MH22S の後期型でもついてたんだけども、初めて、リミテッドとかで、標準だ、標準。で、突き出したドアミラーウインカーです。そして、ここにはないんだけど、当然、ドアミラーウインカーがついてないドアミラー。これ、つける場合、まず、ドアミラーウインカーがついてない車両につける場合は、こっちでも、こっちでも、カプラーはつくんですよ。7ピンコネクター、7本の配線がカプラー1つになってるカプラーを付け替えて、それで、この LED のウインカーの配線2本が、こっちの場合は、旧式タイプは2本配線が新たにあるんで、それを通して、サイドマーカーとか、そこら辺につなげれば、つくようになるんですよ。ただ、こっちの 22S の本当の最終のドアミラーに関しては、これね、23S のやつとかも流用はできるんですけど、23S のカプラーは9ピンコネクターなんです。ちょっとね、形状が違うの。22S の最終のやつは7ピンのコネクターなんですよ。ちょっと違うんで、もし 23S のを買っちゃったんであるならば、配線は結構ごっそりと、エレクトロタップとかギボシとかで繋ぎ合わさなきゃいけないんだけど、22後期の最終のやつだったら、クアプラーオンにして、プラスウインカーのオレンジの配線を引っ張ってくれば、そのまま付けられるような感じになりますんで、こっちのサイドマーカーのウインカー、ミラーがない人ね。ミラーがない人は、ここのサイドマーカーからとか、配線を引っ張れば付くようになりますんで、それで取り付けは可能です。ということなので、今、ドアミラーがウインカー付いてない方、または初期のタイプのこのドアミラーウインカーの方が、もし、最終型後期ミラーに変えたい場合なんかは、その要領で交換はできますので、いずれにしても取り付けられます。ただ、ここのね、ガーニッシュ。表のパネル。これに関しては、最終後期のやつはちょっと形状違うんで、ここのね、出っ張り具合が違うんですよ。ここの出具合が。なので、これはね、できればオークションとかだと 23S のが紛れてたりとかあるんで、そこは十分気をつけてください。ただ、この22後期のドアミラーすると、こっちのタイプのドアミラーと比べると、ここがね、クリアランスあるんですよ。ここが。だから洗車の時とか、ガラコ塗る時とか、ここの窓とか、届くんで、塗りやすいです。こっち、初期型のドアミラーウインカーはこの隙間でしょ、こっちの方の見て。ちょっとクリアランスがある。こっちから見た方が、あ、本当だ。ほら、全然違うでしょ、だからクリアランスが、これね、ここまで届くんで、これはね、すごくおすすめです。私は結構ありだなーって思います。いっぱい取らせて。はい。同じように。狭いでしょ、狭いね。全然違うでしょ、マウント位置が、ちょっと外側に広がってるんで、非常に有効だと思います。ぜひ、興味があったら、交換してみてください。ということで、3戦目でした。続いて、参りましょう。続いて4戦目なんですけども、4戦目は、これね、ちょっと見づらいんですけども、アクセルシャフトがここにあるんですけれども、このアクセルシャフトを、よくネットなんかで見るときに、車外の加工されたアクセルシャフトに交換したい場合、なんかに関しては、だいたい出てるのが、MH22S じゃなくて 21S タイプなんですよ。21S タイプと 22S タイプってアクセルシャフトが実はちょっと違って、もし 22S のタイプがなくて 21S のを付ける場合に関しては、ここのトレーリングアームって言ったかな?ここのシャフトあるじゃないですか。これね。あ、こっちの方がいいな。これね。ここのね、シャフトがあるんですけども、アクセルシャフトに繋がってるね。ここなんですけども、これなんですけども、このシャフトを
交換しなきゃいけない。まずいって。それと、同時に、サスペンション。付け根の、ここ。うん。ここが、サスペンションのショックがあるのに対して、アームがこうやって H 型になってて、この字になってて、挟むような感じでボルト締める。わかる？うん。ショックがあって、こう挟まって、こうなったらここにボルトを刺すような感じになってるんですよ。うんうん、ただ、ここの幅が 21S と 22S の違いで、幅が違うんですよ。21S のを 22S につける場合は、幅が広すぎるって、22S の方が幅が狭いんですよ。ショックが。ショックの幅が狭いから、21S につけると広くガバガバになっちゃうんですよ。うん、なので、ワッシャーとか、ナットとか、そういうのを挟んで対策しないと、ガタが出るんで、これ気をつけてください。ただ、付けられます。付けられるんで、ちょっとしたワッシャーとかを挟めば対応はできるんで、それだけやれば利用可能です。あとこのトレーディングアーム。っていうのを交換すれば、21S のは十分活用できます。これからアクセルシャフトとかを入れて、まさに私なんですけど、アクセルシャフトなんかを入れて、21S の購入しなきゃいけない。その加工容量がちょっと違いますので、加工をすれば取り付くようになりますので、参考にしていただければと思います。はい、じゃあ、4戦目ということです。続いて参りましょう。はい、続いて5戦目なんですけども、これは、ちょいちょい私も耳にするんですけども、視聴者さんの中でもたまに聞いてくる方がいらっしゃるんだけど、パネルです。このドアパネルって、うち工具しかないから説明できないんだけど、ドアパネル自体が丸いドアノブのタイプなんですよ。うん、で、前期型のやつってちょっと違うんですよ、形状が。へー。だから、後期型のに前期型を入れたい人、前期型のを後期型に変えたい人。これ一見形が違うから違いそうに見えるんだけど、私の見る限りだと前期も後期もネジついてる場所一緒なんですよ。1、2、3個でついてるんで、これね、1個、2個、3個なんですよ。ついてる場所は全く同じなんで、これね、そのまんまつくと思います。で、パワーウィンドウのスイッチなんかも問題ないと思うし、スピーカーの位置も同じなんで、問題なくつくと思いますんで、もし、パネルをね、交換したい人がいるという方がいらっしゃいましたら、問題なくつくと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。なんか質問ある？うん。あの、ドア1枚やられちゃった時に、うん、こっちの内装がいいから。あ、全然問題ないと思います。うん。うん、まんまつくと思います。だよね。または、自分のついてたやつをそのまま活かしたいっていう時なんかは、そのままつくと思います。これ後ろも同様なんで、うん。うん。問題ないと思います。はい。ちょっと参考にしてみてください。ということで、ドアパネルが第5戦でした。続いて、第6戦。なんですけども、6戦目は、メーターパネル、うん。メーターパネル、これ、オプティトロン。オプティトロンですよ。オプティロンじゃないですよ。オプティトロンですよ。オプティトロンで、こういう風に、ファーストアクションがあるタイプのメーターなんですけども、これね、ちょいちょい交換したい人、または、アクセルシャフトを交換した人なんかは、後期型のメーターから前期型に交換したい人がいるんですよ。ABS の、センサーをつけられないとかで、外したまんまにすると、ABS のランプがつきっぱなしになっちゃうんですよ。なもんで、電気型のメーターを入れなきゃいけないっていう人がいるんだけども、電気型のメーターに変える、または、電気から後期型に変えるっていう場合は、まず配線がちょっと違う。メインのカプランの配線の位置が違うっていうのと、あとは、燃料タンクの中にある、燃料ポンプ自体は問題なんだけど、燃料タンクの中にある浮きがあるんですよ。あの燃料系のメーターを測る。その浮きが前期と後期と違うらしくて、これをどっちがどっちでも交換しなきゃいけないという結構面倒な作業はあるんですけども、それさえクリアすれば流用はできます。なので、メーター交換するときは、ちょっとね、そこを意識してやらなきゃいけないというのを覚悟していただければと。何気に結構大変らしいんで、これはちょっと面倒かなと思います。ということで、第6戦目でした。続いて参りましょう。続いて第8戦目なんですけども、こちらも室内なんですけども、ハザードスイッチです。はい。ハザードスイッチは、こちらは今下にあるタイプなんですけども、これ本当は前期型のハザードスイッチなんです。本来後期型は、上にあります。この上の方に。はい。そして、車外のデッキを入れた時用のパネルに交換すると、下になったりするんですよ。
まあ、サイズ大きくなったもんね。そう、これ前期型のスイッチは大きくて、後期型のはもっとスリムタイプなんですよ、うん、なのでその違いはあります。じゃあこの後期から前期、前期から後期、ハザードスイッチはつけられるのかっていうことに関してなんですが、答えはつけられます。ただしカプラーそのままガッチンコじゃないんですよ。ちょっとね、配線を何本か切り取って小さい擬星でカプラーのところに刺すような感じにすればなんとか使えます。私もこれ前期に交換したときはもうカプラーをもぎ取って、それで配線だけに擬星をつけてかませて、それで今ハザードがちゃんとつくというような状況になってますんで、機能はしますので、スイッチを交換したい方はちょっと頭に入れておくといいと思います、うん、ということで第8戦目はハザードスイッチでした。あれは良かったの、はい、ハザードの結局形状が違ったからカプラー自体も違うのに変えたじゃん。だからそれ今言ったじゃん。おい、はたおす、あれそうされたからもう変える。相変わらずはたおすバカ子供か、うん、はい、続いて参りましょう。はい、続いて第9戦目なんですけども、9戦目はマフラーです、はい、これね、このマフラーの動画のやつでお話したんですけども、中間パイプから出口、マフラーの連結部分が、前期型っていうのは楕円型のフランジタイプなんですよ。それに対して、後期型は差し込み型のフランジタイプなんですよ。で、バンドで締めて固定するタイプのフランジなんですよ。だから2タイプある。ただ、何かが理由で、前期と後期違うんだけども、その違う前期後期のマフラーを使わなきゃいけないっていう時が起きてしまった場合、中間パイプから出口までをごっそり変えれば、後期のを前期、前期のを後期という風に使うことはできます。例えばほら、社外のマフラーとか入れててすごい安いんだけど前期のしか売ってないとか、すごい安いんだけど後期のしか売ってないとか、そういうのなんかがあった場合は、どうせだったらフロントパイプも一緒に交換しちゃうと交換できます。はい、なので、まあ、もしね、そういう風に前期後期の違いのマフラーをつける場合に関しましてだったら、そちらをするといいと思います。ということで第9戦目でした。続いて参りましょう。はい、続いてまた車内に戻って参りました。第10戦目なんですけども、第10戦目はこのアームレストです。こちらが純正のまんまの、そのまんま変えてない MH22S のアームレストなんですけども、どうやら MH23S とかのコンソールボックスがついてるアームレスト、ボルトオンでつくみたいです。これ今回私カーミーティング行った時も結構ね、やっぱつけてる方がいらっしゃって、私は特にあんま物乗っけないから必要ないかなと思ってつけてないんですけども、結構つけてる人いらっしゃったんで、で、やっぱお話聞くとボルトオンでつけられるということなんで、まあ、もしアームレストにコンソールボックスをつけないという方は、そのまんまボルトオンでつくということなんで、参考にしてみてください。ということで第10戦目はアームレストでした。続いて参りましょう。はい、続いて第11戦目なんですけども、第11戦目は顔面スワップです。そう、顔をごっそり交換した。はい、これは、例えば、101R のリミテッドと WR って、または FX とかっていうのって、ヘッドライトとボンネットとフェンダー一緒じゃないですか。それに対して、あとグリルか。グリルなんかが違うとかっていうのがあるんですけども、例えば、101R の面構えをスティングレーにしたい。このスティングレーのを移植する場合は、ボンネット、グリル、ライト、バンパー、フェンダーと。こちらを交換すれば、ワゴン R のフェイスをスティングレーにスワップするっていうのが可能なんです。昔ほら、若い方はあんま知らないかもしれないけども、180とかシルビアの顔にどちらかの面構えを移植するとかっていうのが一時流行ったんですよ。シル80とかワンビアとかいうのがあって、そういう顔面スワップっていうのが流行ったチューニングがあったんですよ。同様に、これなんかもボディベースは全く同じなんで、もし、ちょっと顔つき変えてみたいな、みたいな。女性がほら、ちょっとメイクを変えるのと同じような感じで、ちょこっとね、その部品を交換するだけで、顔面スワップは簡単に可能です。スティングレーにしてみようとか、ワゴン R にしてみようと。これどっちもどっちもボルトオンでつきますんで、ただ、一つだけ問題あります。例えば、
うちのこのリミテッドに、こちらのスティングレー交換する場合、それに関しては、このうちのリミテッドってヘッドライトがハロゲン仕様なんですよ。H4 バルブ。それに対して、スティングレーっていうのは、プロジェクター式の HID なんですよ。はい。それでも交換したい場合に関しましては、変換ハーネスがあるんですよ。ハロゲンバルブから HID に変える変換ハーネスが売ってますんで、そちらを購入すれば画面スワップは可能です。これも同様にハロゲン仕様から WR のプロジェクターのヘッドライトにしたいっていう時なんかもその変換ハーネスさえ使えばそのままつきます。はい。これね、参考にしてみてください。同様に、WR のプロジェクター、または、リミテッドのオプションでのプロジェクター、スティングレーに変える、またはその逆パターンに関してだったら、もう HID の配線通ってるんで、そのまんまでいけます。画面スワップ特に問題なくそのまんまスワップできますんで、もし顔面移植を考えてるっていう方がいらっしゃったら、参考にしてみていただければと思います。はい、M さん、何でしょう？あのさ、ちょっと。はい。ずっと思ってたんだけど、はい、この前を変えるって言ったじゃん、はい、私ここでぶった切って変えてんのかと思って、いや違います、そんな大胆なことしません。え、あの1駅の時もあの半分をお尻切って変えてる。あ、違うんです違うんです、あの昔のちょっと話脱線しちゃうんだけど、昔のシルビア180とかって、180にシルビアの顔を移植するってなると、リトラクタブルの分が固定ライトからちょっと詰まるって、ちょっとね、ボディが短くなるんですよ。それに対して、シルビアに180の顔を移植するってなると、リトラクタブルライトの分の長さが変わっちゃう分、ちょっとね、全長が変わっちゃうらしいですよ。長くなるっていうのがあったらしくて、ちょっと車検の時は問題あったらしいんだけども、うん、でもね、それでね、画面移植しちゃうっていうのはよくある話です。切るんじゃないんだ。はい。ただまあ、これに関しては、うん、スティングレーとリミテッド、または WR に関しては、うん、もうまんまそれで、ボディ自体は全く同じなんで、後ろの長さが違うとかないんで、ないね、そのまんま、ボルトオンで、加工なんかも一切なく、つけますんで、うん。そうだね。はい。ぜひ、参考にしていただければと思います。だから全体的な部品もスティングレーだからとか、リミテッドだからっていうのも、ドアノブとかドアとか、フューエルリッドのカバーとか、ハッチとかでも、全部つきますんで。だからさっき言ったリアのスポイラーのネジの位置とか、ちょろっと違うだけであって、基本は全部ついちゃうんで。これ、あれは？はい。これ、ワゴン R 同士だから、はい。いいけど、はい。アルトワークスとワゴン R だと。アルトワークスはもうそもそもボディのデカさが違うじゃないですか。あれはちょっと厳しいですよね。だから、それでもつけたいとかっていうんであるならば、うん、ボンネットを真っ二つに切って。切るんだ。そう、それで延長しちゃう。延長したりとか詰めたりとか、そういうのでやれば、あとはヘッドライトとかも全然ネジ位置とか違うだろうから、うん、そこはもう付け合わさないとダメだろうけども、そういうことをすれば基本何でもついちゃうっていうのはありますね。車検ってどうなの？車検はだから全長とか、全幅とかが変わっちゃう可能性はあるんで、そこはなんともその車種によっては違います。はい。だからそこは区別しないといけません。ただこのワゴン R に関しては全然問題なく付けられますので、ぜひちょっと画面スワップしてみようかなという方はやってみたらいいのかなと思います。ということで、第11戦目でした。続いて参りましょう。です。はい。ということで、第12戦目なんですけども、12戦目はエンジン関係。これはもう、K6A というエンジンで、ワゴン R 以外でも、スズキの軽自動車もそうだし、一時の日産の軽自動車、先ほど言ったルークスとか、パレットとか、そこら辺なんかも同じ K6A エンジンを使ってるんですよ。なので、エンジンパーツ系、結構、まんま使えるのもあるんだけども、ここに関しては、流用できるものっていうよりも、私が知ってる限りで流用するとき気をつけてねというものを、紹介したいと思います。これは、まず、タービン。これは、タービンが壊れちゃったからって言って、タービン交換するときって、これジムニーとかなんかでよくあるらしいんだけど、年式とかによって、タービンのフランジ、取り付け部分が、向きが違ったりとかで、結構ね、ついたりつかなかったりっていうのがあるらしいんですよ。こういうふうに3本ネジが、例えば前期だったらこの位置で、くっついてたものが、年式か後期になった瞬間、こういう位置になっちゃってつかないとか。そういうのがあったりするらしいです。同時に、このタービンの手前についてるエキゾーストマニホールド。これちょっと見えないんだけども、
要はこのタービンのフランジ部分が違うがゆえに、エキゾーストマニホールドも年式とかによって位置が違うので、流用するときは十分年式または車検証、そこら辺なんかを見てよく区別しないとつかないとかあるので、これ十分気をつけてください。うん、はい、向き違う車あったね。そういえばあるんです。だからね、これ本当ね、危ないです。だから気をつけてください。あとメインコンピューターでね、これはね、もう正直メインコンピューターとかやる人だったらもう大体もう分かってると思うけど、メインコンピューターなんかもやっぱ車種によって結構配線も違けりゃハーネスも違ったりとかいっぱいありますので、これはもう十分気をつけていただければなと思います。ただエンジン自体、私が最近この動画でヘッドガスケットカバー交換したじゃないですか、カペットカバー、これを交換した時に思ったのが、私の知る限りでね、知る限りであったのが、ヘッドガスケットカバーは、まず、NA とターボで分かれてるんですよ。ただし、そのターボの中でも、DI と M ターボってあるんですよ。その DI と M ターボでも、ガスケット違うんですよ。なので、これね、私が知る限りでは、パペットカバーのガスケットは3種類ありますんで、これね、ネットで購入するときは、よくね、車検証で、適合確認してから交換した方がいいです。ヘッドガスケットカバーの動画配信しちゃってるから、やる人も多分中にはいると思うんだけども、やる人は必ずその適合確認やってからしないと、私みたいに2度3度って間違えて購入しちゃう時あるんで、これ十分気をつけてください。2度3度だけだった？2度3度だね、とりあえずね、ヘッドガスケットカバーに関してはね、何その嫌な感じのね。2度3度をリターンしたよね。はい、リターンじゃない、再利用しました。はい。まあ、とりあえずね、そういうのがありますんで、十分に気をつけて購入していただければなと思います。続いて、13点目なんですけども、違うところ、付けられないもの、サーモスタットです。これは M ターボのサーモスタットで、ここの奥に、黒いなんかボックスあるじゃないですか、うん。これね、これが M ターボのサーモスタットなんですよ。それに対して、ちょっと今この場には DI がないんで説明しきれないんですけど、DI は、サーモスタットが金属製っていうのかな、アルミ製になってるんですよ。へえ。そう。なので、プラスチックじゃないんだ。そう。だから、M ターボの方がおそらく、サーモスタットのトラブルは多いんじゃないかなと思います。樹脂だから。高級だね、金属なので。まあ直粉だからね。まあただ、DI は DI で、また他のところが結構トラブル。私が知る限りでは、DI は ISCV。この ISCV が、ものすごく壊れます。ISCV よく壊れるってよく聞くんだけど、交換したことがある ISCV は全部 DI 車両です。なので、DI 乗るなとは思わないんだけども、DI 乗られてる方は ISCV には十分気をつけてください。これね、よく壊れます、本当に。何がどう出たら壊れる？なんだろうね、なんか、ブローバイが多いのか何なのかわかんないんだけども、どうやらこの ISCV がついてるところに、なんか燃料とかが溜まっちゃって、それでね、なんかトラブル、誤作動起こしちゃうらしいんだけども、ここに溜まるの？そう、このスロットルボックスの下、そう、それがありますんで、まあ、ちょっとね、DI 乗られてる方は気をつけた方がいいのかなと思います。はい、はい、続いて第14戦目なんですけども、このインタークーラーの位置、レイアウトが変わってるんですよ。結構この車外のインタークーラーを入れたい人とかって DI のしか売ってないんですよ。M ターボのインタークーラーってなかなか売ってなくて、あったとしても弾数が少なくて DI 用のばっか売ってるんですよ。インタークーラーがまずもっと上にドンってついてるんですよ。上から風を押し当てるか、 DI は下から上に押し当ててるんですよ、風を。だからそれぐらいの違いがあるんで、もしつけるとするならば、ここのジョイントのホースとかは違いますんで、ここも一式交換しなきゃいけないというような感じになりますんで、十分ね、取り付ける場合は気をつけていただければなと思います。ということで、第14戦目でした。最後、第15戦目なんですけども、15戦目はこれは先ほど言った顔面スワップに類似する話なんですけども、グリルです。これグリルなんですけども、前期のグリルに後期のグリル、または後期のグリルに前期のグリルをつける場合は、バンパーが微妙にグリルとのクリアランスが違うんですよ。なので、前期のバンパーに後期のグリルとか、後期のグリルに前期のグリルとか、ものによってグレードによって微妙に違うのがありますので、十分気をつけてください。
収賞さんの中でも、私が知ってる限りだと、WR のグリルがちょっとね、長めになってるから。顔が長いんだ。そう。長さの。電気とはちょっと違うんですよ。なので、これね、グリル変えるときは、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。はい、ということで、第15選ということで、様々な部品が流用できたりとか、あるんですけども、加工しなきゃいけないとか、そもそもつかないとか、っていうのがありますんで、流用する場合は、今お話ししたのは私が知ってる限りなんで、正直、私がちょっと自信ないけども、まだ交換できるとかっていうのはあるんですけども、これあんまり話しちゃうと、チャレンジして失敗しちゃいましたっていう可能性もあるんで、私は今回ちょっと避けているんですけども、一応お話しできるのはこの15選ぐらいかなと思いますんで、まあ、参考になる方がいらっしゃいましたら嬉しいなと思います。またね、視聴者さんの中で、これもありますよとか、もう確定要素とかいけるようなことがあればコメントに残していただけると、他の視聴者さんの参考にもなりますので、ぜひコメントの方もね、入れていただければと思います。ということで、まあ、ちょっとね、やっぱメインはどうしてもワゴン R 主体の話になっちゃったんですけども、まあワゴン R 以外、K6A エンジンを搭載されている車両なんかの人なんかには、エンジン周りのお話なんかが少しだけですけども、できたかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画の配信が通知でお知らせになりますので、ぜひ通知をオンにしていただいて、動画を最後まで再生していただければなと思います。ということで、カーミーティングをね、終えて一段落したということで、本日はカーミーティングを終えた翌日に、また収録しております。本当にミーティングに参加していただいた方々、本当にありがとうございます。今回残念ながらね、参加できなかった方は、また次回参加していただければなと思いますんで、ぜひ今後もよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。